続いて特集です。台湾を拠点に活動する県出身の美術家小宮由紀奈さんの展覧会が那覇市で開かれています。アートを通して共に生きる決意を表現している小宮さんの思いを取材しました。県出身のアーティスト小宮由紀奈さん、県立芸術大学を卒業後、父のルーツである台湾を拠点に活動しています。展覧会では沖縄と台湾の文化の融合やアイデンティティをテーマにした作品が展示されています。作品のベースにあるのは、亡くなった祖母のために去年企画したカジマヤープロジェクトです。祖母が数え97歳を迎える日、カジマヤーのパレードの後に中華圏の葬儀に欠かせない紙細工紙札を焚き上げ、愚僧に送りました。沖縄と台湾、2つのルーツをつないだ思いは作品にも込められています。風が巡っていくように、歴史が重なっていくようにっていう意味で、風をとても意識しました。その風を巡らせるために、最後の手しびと言われているカジマヤーに、沖縄の1歳のお祝いの時に、将来を占う占いがあります。タンカーゆえをつなげて巡っていく様子を表現しました。作品には文化の融合だけでなく、新たな死生観が反映されています。カジマヤーを行うことによって、93歳で亡くなってしまった祖母を、私は97歳にできたと思ったんですね。なので、今度は新しい樹脂瓶を12年後に作って、祖母を109歳にしようと思って、新しい樹脂瓶はサバニットカッコでカッコ仮でちょっと名付けてるんですけれども、亡き祖母に思いを馳せることで、共に生きていくことを体現したいと話します。私が生きている間、祖母を長らく延命させたいっていう気持ちもあります。で、祖母と一緒に生きていきたいっていう、これからも生きていきたい、その亡くなって年が終わるんじゃなくて、そうやって年を取らせていけたらなと思っております。皆さん、この新しいトゥシビーをどうか見守っておいてください。新しい、そういった見送る文化というのかな、そういったのがもしかしたら作られていくのかなっていう、ちょっと楽しみは確かにありますね。沖縄のね、歴史をね、今そう感じて、もっと知りたいね。亡くなったおばあさんに対する思いとかを間近に聞くことができて、作品の厚みを感じました。あの世とこの世をつなぐっていうようなテーマ性がすごく響きました。小宮由紀奈さんの個展ビヒート&リボーンカジティリティミグルは今月29日まで開かれています。たとえですね、亡くなっても共に生きていくことってできるのかもしれないなと、小宮さんとおばあさんの間に流れる風を少し感じさせてもらったような気持ちになりました。そうですね、沖縄と台湾それぞれの子が大切にしている文化について知ることもできそうですし、その融合というところで言いますと、大切な人を失うことの気持ちだ、思いだったり、死への向き合い方っていうのは、いろんな形があっていいんだなというふうにも、ね、感じました。